カブレル賛美チーム心から感謝します今日賛美されたこの歌詞がとても今日の説教と合う賛美をしてくださいました感謝します私は今日ホセア14章一節から二節の御言葉を通して「回復をなせ回復をなせ」という題名で御言葉を語りたいと思います 回復をなせ新年が2週間経ちました新年から2週間経ちましたいろいろな決心をしたりだとか神様の前にこうしますあ,あしますと決心したと思います今年の教会の信仰指標を見ても私たちは力を受けることができますね 横にも書いてありますけれども、わしのように非常する力で救済士の回復をなせという信仰、えー、指標であります、えー。今年1年、わしのように大きく羽,羽をげて広げて、えー、高く登りたいと、経済的にも回復し、健康も回復し、わしのように大きく羽ばたいていきたいという、そういう願いを皆さん持っておられると思います。またそういう期待を私たちは持って歩んでいます。 しかし、この信仰式用で一番重要な単語は、回復という単語ですね。回復。この回復という単語の意味は、もともとあった状態に戻ることを意味しています。正常的な状態に戻ること。これは何かというと、病気になっているということです。今、私たちが問題があるからこそ、回復するという言葉が出てくるわけです。 正常な状態にないということなんですね。ですから私たちはこのようなことを深くしっかりと受け止めなければいけません。私たちも病気を治療するときに原因をしっかりと分からなければ治療することはできません。癌であったとしてもどんな癌なのか、まあ、糖尿病だったら糖尿病に対する治療を行います。病気の原因が、えー、しっかりと受け止められなければ治療することはできないわけです。 私たちも信仰の回復をなさなさけければいけません死から命へとまた不信仰から信仰へと肉から霊へとまただらしない生活からしっかりとした生活へと謙遜な暮らしへと私たちはいろいろと回復する必要がありますこの回復という言葉を神学的な単語に変えるならば救済士という単語に変えることができるでしょう 救済死とは何でしょうか救済士というのはイエス・キリストの死と復活を中心とした罪人を救われる救いの働きを意味しています救済死というのは救いの働きですねイエス様が代価を支払って人間を救うことが救済死ですその救いなんですけれどもアダムから始まった全ての人類が失っていた 永遠なる世界を回復すること、その全体の歴史が救済してあります。目示録21章5節を見ても、書いていますよね。目示録21章5節を見ると、新たにすると、万物を新たにすると語られております。以前、堕落していた世界をなくし、新たにすると語られています。永遠なる世界を回復すると、神様が語っておられますね。 ですからイエス・キリストを通したこの救済史があるからこそ私たちに望みがあるわけです私たちに望みがありまた回復をなすことができます救いと命を得る道が神様によって開かれているわけです2021年私たちに回復の見業をなされると神様は約束してくださいました祝福してくださいました私は私たちは今日 この回復、どのような回復をなすべきなのか、えー、見てみたいと思います。まず一つ目に、回復というものは、悔い改めから始まることを悟らなけければいけません覚えなければいけません。悔い改めというものから回復は始まるわけです。今日の本文であるホセア書を見ると、悪を行って堕落して、えー、落ちていく、堕落していく、この北イスラエルにですね、ホセアは彼らの審判を、 語り警告しまた食い改めさせて回復しようとするそのメッセージがホセア書に表されています当時の北イスラエルは罪がはびこるそういう暮らしをしていましたそういう時に神様は一番多くの預言者を送って彼らの審判を警告し食い改めのチャンスをくださいました特にホセアが、えー 呼ばれたとき、ホセアが召されたときは、北イスラエル・ヤラベアム2世の時であります。北イスラエルのヤラベアム2世の時に、えー、ホセアが召されました。この時期というのはですね、周辺の国家からの、えー、圧力を、えー、もう圧力から抜けてですね、イスラエルのその地域を回復し、 最高の豊かさを受けていた時代で,ありますですから経済的にも満たされた時代だったんですけれどもそれの中でも指導者たちはですね圧力をかけ貧しい者から取り上げて 内面的にはとても苦しい世界時代であったということをアモス2章6節7節4章1節と8章4節に記録されています。ですから一言で言うと国の場所場所がですね国のあるところどころ全てが罪に満たされてまた不法不義が行われていた時代であったと。 ヨラベアム2世の時にそうやってて行わわれていたわけですこのような時に神様はただ審判されたのではありません。神様は罪を許すチャンスをくださったわけですね。神様は彼らをただ単に裁くのではなく、預言者を多く送って、それ彼らが振り返り、 また彼らが悔い改めて戻ってくることを求めておられました。そして預言者たちを通して悔い改める機会をくださったわけです。しかし、北イスラエルはこの悔い改めのチャンスを逃しました。結局、その結果、えー、滅んでしまったわけですね。私たちが補正ア書を読むたびに覚えなければいけないのは、悔い改めと回復は同時に行われなければならないということです。回復には必ず悔い改めが必要です。 悔い改めがなければ回復することはできません。今日の本文でも記録されていますね。イスラエルよと、神様に帰れと、神様に戻りなさいと、ホセは語っております。ゲンロモク先生も、説教をされるとき、天国の扉を開く木、えー、鍵があるんだけれども、それが祈りであると。しかしただの祈りではなく、悔い改めの祈りだと語られました。 悔い改めに祈りをするときに回復がなされるんだと。回復を求めても祈らなければ、悔い改めなければ、決してなされることがないと、うん、語られました。ご両親の方々は皆さん知っていると思います。子供たちを見てもですね、えー、何か間違ったことをしたときに叱ろうとします。しかし、子供たちが私が間違ったと、私が罪を犯しましたと言って、 ごめんなさいと一言言うならば、ですね両親の心から許すその心が出てくるわけです。愛するその心がまた出るわけですよね。しかし、間違っているにもかかわらず、それを認めず、悔い改めず、自分が合っていると言うならばどうなりますか両親親はですね、もう怒りが満ちていきます。 神様も同じなんですね。詩篇七編十二節を見ると、えー、人が食い改めなければ、えー、食い改めなければ、えー、神はその剣を研ぎ、その弓を張って、えー、構えると語っています。また、イザヤ五十五章七節を見ても、神様に戻れと語っておられますね。悪しき者はその道を捨て、正しからの人はその思いを捨てて、主に帰れと語っています。ですから、 回復するためには必ず食い改めが必要だということをしっかりと悟らなければいけません。2021年、全てにおいて回復をなすためには経済的にも健康的にもまた子どもたちの問題、いろいろな問題を回復したいならば、まずは神様の前に出てきて神様の前に食い改めるそういう働きが行われなければいけないということを教訓しています。罪を捨てて 祈る時悔いを改めるときに回復がなされるわけです。大きな2番目に土地と子孫とまた主権を回復しなければいけません。アダムを見たりノア・アブラハムを見ても神様は契約を結ばれるためにですね土地と子孫と主権の約束をされました。アダムを想像して そしてエデンの園に置かれる時にですね、神様の形にかたどってアダムを作り、神様の代表者として建てられました。そしてエデンの園という、神様と共に歩む、そういう園にですね、彼を置かれたわけです。そしてそれ、そうやって語られたのが創世紀1章28節です。創世紀1章28節に 神は彼らを祝福して言われた、産めよ、笛よ、地に道よ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよと語られました。ですから神様はアダムを創造して土地を下さいました、子孫を下さいました、そしてすべてを治める主権、権利を与えてくださったわけです。しかしアダムはその御言葉を最後まで守ることはできませんでした。結局堕落してしまい、すべてを失ってしまったわけです。 そして、エデンの園から追い出されました。そして、追い出されてから自分の子供はどうなりましたか ?1 番目の息子は殺人者となり、2番目は死んでしまい、結局、このエデンの園はですね、サタンに侵略されてしまいました。権威が崩れたわけです。そして、結局、アダムは神様の御国を失い、血と、 子孫と主権を全て奪われましたこれが堕落の結果なんですね。ローマ5章12節を見ると、一人の人によって世に罪が来たと、そして、えー、罪によって死が入り、すべてが、えー、罪を犯したので死が全人類に入り込んだと語っています。ならば私たちはどうして、どうやって、えー、回復するべきでしょうか。どうやって。 アダムが失ってしまったこの土地と子孫と主権を回復するのが私たちが回復すべきものであるという内容だということです。これが神様の御国のえ要素なんですね。まず一つ目に土地を回復しなければいけません。この土地と、地というものなんでしょうか。いろいろと語ることはできるでしょう。この土地というのは心を表します。アダムがいたエデンの園というものは 喜びと楽しみと感謝と賛美があるところが、えー、このエデンの園でありました。神様が共におられるところ、喜びの世界がこのエデンの園です。神様が共におられるから悲しみもなく、また喜びに満ちあふれ、感謝と歌の声が賛美があふれる場所でした。イザヤ51章3節にこう書いていますね。 主はシオンを慰め、またそのすべての荒れたところを慰めて、その荒をエデンのように、その砂漠を主のそののようにされる。こうしてその中に、喜びと楽しみとがあり、感謝と歌の声とがあると語っています。アダムが堕落してしまったために、霊的な死が来たわけです。そして土地は呪いを受け、神様との関係が打ち切られました。神様と えー、離れてしまったために死が私たちに訪れたわけです。また悲しみが訪れ、苦しい人生に変わっていくわけです。変わっていったわけですよね。ですから、この土地というのがとても重要なんです。土地を失ってしまえばですね、全てをなくしてしまうんです。私たちの心が病気になったらどうなりますか心が病気になると肉も。 健康も失われていきます。例えば憂鬱な時、憂鬱な時には変な考えもできたり、また悲しく何もすることはできないんですね。力がなくなります。ですから私たちがこの土地を回復し、喜び、楽しみ、感謝、賛美の声、この、えー、世界を回復しなければいけません。 そのためには私たちが神,神様との関係を回復しなければいけません。神様が私たちと共におられ、また神様との喜びの世界、神様との関係を、えー、しっかりと回復しなければ、このような永遠なる喜びの世界を回復することはできないわけです。神様が共におられるこの喜びの世界を回復することはできません。 ですから私たちにはですね、私たちの中で、いつも父なる神様を心に迎えて、そして悔い改めながら失わっていたこの地を回復しなければいけません。いつも私たちの中にですね、神様と共に歩む暮らしをすることによって、感謝と喜びと楽しみをの世界をですね、回復する信徒とならなければいけません。また2番目には子孫を回復しなければいけません。 この子孫というのは私たちの子供たちと考えることはできるかもしれませんけれどもこの聖書で語られているこの子孫というものはイエス・キリストを表していますイエス・キリストアダムが罪を犯して堕落した時に神様はただ放っていくのではなく川の衣を着物をくださいましたよねそして女の末を与えてくださいました女の末はイエス・キリストを表していますですから アダムに与えられたこの子孫の約束、これはイエス・キリストを通してなされるということを意味しています。イエス・キリストを通して私たちに与えられると。イエス・キリストはサタンのその頭を砕き、私たちの命を与え、神様の御国を回復してくださる、その約束を私たちに与えられました。ルカによる福音書17章。 12節20節から21節を見るとこう書いていますね。20節に神様の御国はいつ来るのかというと、イエス様は神の国は見られる形で来るものではない、身をここにある、あそこにあるなどとも言えない、神の国は実にあなた方の中にあるのであると語っています。ルカ17章21節にあなた方の中にあるのだと、これは宗教指導者たちの中中心にいたイエスキリストを表しています。 イエス・キリストは神様の御国であると。神様の御国はただイエス・キリストであるということを語られた内容なわけです。アブラハムにも、この子孫というものはイエス・キリスト一人をえ語っていると語られています。それがガラテヤ3章16節にありますね。ガラテヤ3章16節に、それは多数を指してではなく、一人を指してあなたの子孫と語っていると語っています。 また、ガラティア3章29節にも記録されています。キリストのものであるならば、あなた方はアブラハムの子孫であると、そして約束にある相続人であると語っていますよね。私たちがイエス・キリストに属するならば、イエス・キリストと共にあるならば、私たちにその神様の約束の御国が相続されると語っています。ならば私たちもイエス・キリストを迎えなければいけません。私たちがイエス・キリストを迎えてイエス・キリストと共に歩むならば、私たちの中に この全ての回復をなすことができるわけです。皆さん、心の中に誰が今一番多くいますか、まあ、例えば、お金であったり、名誉が私たちの心の中に多くある場合もあります。また、ある人には欲があったり、また趣味であったり、世の中の偶像、アイドル、また自分自身という、自分自身がですね、私たちの心の中に満たされている場合もあります。しかし、クリスチャンはイエス・キリストに、 満たされれなけけばいけません今日私たちは救い主であるイエスキリストだけを心の中に迎えなければいけません。また私たちの家庭と職場にイエスキリストを招いて、迎えてイエスキリストと共に歩む時に私たちは回復することはできるということを表しています。また3つ目に主権を回復しなければいけません。主権。 堕落した人間は神様の主権、神様の代理人としての権威を失いました。神様の霊、神様の,その息を失いましたね。その結果、天使よりも低い位置に堕落したわけです。負けた者は勝利した者のしもべであります。サタンに負けたため、サタンのしもべとなったわけです。 しかしイエス・キリストを通して私たちの主権をまた回復してくださると神様は約束されました死の中でしもべとして暮らしている私たちをイエス・キリストが十字架で勝利されたことによって私たちに新しい命を与えてくださいました私たちの主権を権利を回復してくださったわけですローマ一章十六節を見るとシト・パウロは全ての信じるものの中で神様の 力であるとこの福音というのはイエス・キリスト自身であり、この福音はイエス・キリストの力と、また命がここに秘められていると語られました。ですから神様の御言葉が私たちに与えられる神様の権威であります。神様の御言葉が権威であると。ですから、この御言葉がですね私たちに力となるわけです。 御言葉の通りに信じて御言葉のまま暮らしていくときそれが私たちの権利の回復の道であると私たちの中に御言葉によって満たされなければいけませんですから私たちがあらゆる暮らしにおいてですねこのような祝福を受けることをね願うならば神様の御言葉によって満たされなければいけませんそうやって暮らしていく皆さんとなるよう主のびなもって祝福しますこのように 土地とまた子孫と主権を回復しなければいけません。これは神の御国をなす要素であります。三大要素。この三大要素は結局私たちの霊と魂と肉の回復を意味しています。霊と魂と肉の回復を表しています。私たちの、えー、この霊、肉、魂が全て回復しなければいけないということを意味しています。 1> 第1テサロニケ5章23節を見ると、平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体を完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来,の来,来臨の時に責められることがないようにしてくださるようにと語っています。私たちの霊と魂と肉のその回復をなすことによって神様の見国がなされるということを意味しています。 ならば、この神の御国は何でしょうか神の御国と何でしょうか神様の御国というと、私たちは死んでから、また、この世の暮らしを終えていくところが天の国と言いますけれども、神の国というものはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの御言葉を受けて、救いを受けた私たち一人一人が神の御国であります。 神様の御言葉に信じてそして救われた信徒一人一人が各自神様の御国であります黙示録章10節を見ると5章10節を見ると彼らを御国の民とし祭祀としてくださったと語っています私たち各自をですね王のような祭祀また神の御国の民としてくださいましたですから私たちが信仰生活をしながら神様の御国この霊肉魂を しっかりと回復していかなければならないということを意味しています。ならば、結論的に、私たちがこの回復をなすためにはどのように暮らすべきでしょうか結論的に、回復の道は信仰と従順と行いであります。信仰と従順と行い。 私たちが回復に向かって信仰生活をしていますけれども回復には長い時間がかかります私たちが信じる瞬間に強くなり変化したらとても感謝ですけれどもそうはなりません私たちは永遠なる回復を待ち望みながら少しずつ回復をしていくその過程の中にありますそれを成果と言いますね成果強くなる過程の中にあると そのためにはですね、まず1つ目に徹底的な悔い改めが必要であります。徹底的に自分の罪を悟り、そしてそれを悔い改めることが必要です。また2番目に真実なる神様を信じる信仰が必要であります。また神様の主権、神様の御言葉を認めなければいけません。そして4番目に神様の御言葉の前に従順する行いが必要であると聖書は語っています。 必ず信仰と従順、行いが必要であります。新明期30章8節から9節を見ると、こう書いています。新明期30章8節から9節を見ると、しかしあなたは再び主の声に聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての戒めを守るであろう。そうすればあなたの神、主はあなたのするべき全てのことと、あなたの身から生まれるものと、 家畜を生む者と地に産する者を豊かに与えてあなたを栄えさせられるであろうすなわち主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを喜んであなたを栄えさせられるであろうと記録されていますこう書いていますね 世の中のすべての祝福が神様に戻ることによって、また神様に従順することによって、また神様のこの命令を守ることによって、その中にすべてが含まれていると語っているわけです。マタイ6章33節を見ると書いていますね。まず神の国と神の義を求めなさいと。そうすれば、これらのものはすべて添え与えられるであろうと語っています。 ここで求めなさいという単語がですね、求めるというのが単純に探す,探す、また求めるという意味ではなく、この単語の中には失ったものを回復するという意味があります。失ったものを回復する。神様の御国、神様の義を回復するときに、この世の中のものはすべて回復されるということを祝福して語られている御言葉であります。 回復すす。るるることにによって、豊か与与ええらられれ祝福が与えられるわけです神様との関係が回復すればすべてのことは回復していくわけです。それは神様の方式です。罪を離れて、御言葉に従順するならば命であり、罪に近づき、また御言葉に不従順し、離れていくならば死に向かっていくということを聖書は語っているわけです。 従順が永遠の命であると。ですから私たちがこの世の中で回復しなければならないいろいろな課題があります。私自身もいろいろな問題があるわけです。しかし、このように他人にです、ね、語ることができない問題があったとしても、まずは、悔い改めを通して回復するときに。 土地と子孫と主権を回復する時に、神の国と神の義を回復する時に、すべてが回復する祝福が与えられるということを聖書は約束しています。ですから、私たち皆さん、一人一人がですね、神様の関係、神様との関係をしっかりと回復して、悔い改めて回復する中で、残りの生涯、私たちの暮らしの中で、信仰と従順と、また行いによって、 霊に行くともに回復し、大きな祝福を受ける皆さんとなるように、主忍びをもて祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。今日も私たちに霊に行くともに全く、全く回復を与えてくださることを感謝いたします。私たち今まで神様の御言葉に従って暮らそうと。 語りながらも、御言葉のまま暮らすことはできず、自分の欲によって歩み、神様の国と神様の義を求めるよりも、自分のものを求めていた、そういう自分の罪があるならば許してください。これからは神様の前に戻り、神様との関係を回復し、これからは決して父なる神様を離れることなく、最後まで神様の御言葉に従って、救済死の回復をなしていくことができるよう、どうか導いてください。 私たちの中にあらゆる問題がありますけれども全てを神様に委ねてまずは神の国と神の義を求めるときに全ての問題が解決し全てが万事が益となる祝福を私たちにも与えてください今日もこの時間神様の前に信仰と感謝によって捧げ物を捧げます回復を待ち望み信仰によって捧げる一人一人の御手を祝福してくださって この捧げ物が使われるところどころで神様の御国が回復し救済士の地境がまた広がることありきりを導いてください。また私たちの暮らしの中で全てが回復する祝福が与えられるようどうか神様は祝福してください。祈った通りに全てをなされることを信じて感謝し、主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。ア